BMWH2R BMWH2R は最初の液体水素燃料のレースカーの一つである。10ヶ月間の短期間でレーモンド・フレームン博士の監督下で開発され、9項目の国際速度記録をフランスのミラマサーキットで樹立した。H2R の6.0リットル V-12 エンジンは、 BMW の 760i のガソリンエンジンを原型としたバルブドロニックとダブルバノス技術が搭載される。この水素動力の高性能エンジンは出力が232馬力で 187.62mph 以上に到達する。ドイツのミュンヘンの BMW 博物館に展示される BMWH2R ミラマの高速周回コースで BMWH2R は 水素内燃機関で9項目の国際と FIA に関連する記録を樹立した。2007年にオラファー・エリアソンは BMW に H2R をもとに BMW アートカープロジェクトのために16台の芸術自動車を製作することを打診された。エリアソンと彼のチームは自動車の合金製の車体を取り外して代わりに新しい反射性の鋼の棒と金網によって置き換えた。 およそ530ガロンの水を構造体に数日間吹き付けて氷の層を形成した。展示では凍結した彫刻が成長した。2007年9月8日から2008年1月13日までサンフランシスコ近代美術館でユアモバイルエクスペクテーションズと呼ばれる車両が専用の温度調節のされた室内で展示された。ハウスタッフワークス、BMWH2R。 2015年11月5日閲覧。エクサビションズイベンツカレンダー、ユアテンポ、オーラブルエディアシン、エスセフモマ。2010年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年12月31日閲覧。ありがとうございます。